ワーを信じて飛び込めばきっと掴めるさ雪の光うぬぼれるなよキャラクな願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいかき天才科学者集団アルケミースターズの予測通り地球に破滅をもたらす危機が襲来した。その根源的破滅将来体に対抗すべく地球防衛連合ガードが極秘に設立されていたが、アルケミースターズのメンバーの一人高山ガムはウルトラマンのパワーをつかみ取り、特捜チームシグに自ら入隊を果たした。だが予想をはるかに超える敵が次々と出現。そして敵か味方か、もう一人のウルトラマンが現れた。ファルコン23ポイント105へ進み込むぞ。了解。了解。逃がすものか。さあ先回りするぞ。頼むぞ。一つつかまり大代わりは先回りを狙っている。頼むぞ。了解。先輩、覚悟。ご苦労さん。しくしょう。よくやった。やられた者はすぐ基地に戻れ。林、すぐ後ろだ。いただき。うっそー。くそ。汚い。演習が開始されて17分にライトニング23が、22分にファルコン23がヒットされました。結局エース同士の対決か。どっちが勝つかかけてみる。うん、カジオリーダー。え、ヨネダリーダーガム一枚。ヨネダさん、袋の中のネズミですよ。必ずね。
ヘマっこいやつだな。課長、訓練中止だ。で、降参ですか。なんか言え。前方に不審な動きが見える。ポイントを 752J8 に巨大な目のようなものを確認。なんだこいつは。分析に入ります。やってやがる。どういうことだ。どうした。いや、なんだこいつ。こいつは熱反応を持たない。つまり生命体ではないんです。構成する物質も判別できない。しかし概念的には生きているようにも見える。どういうことなんだ。岩石が浮遊してこちらに向かってくる。こちらはどう対処したらいいのか。岩石が浮遊するのは構成する分子が一定方向に強引にコントロールされているため。それはあの目の力によるものなのか。それがあの目からは物理的エネルギーが発せられていないので。しかし物理的ロジックを一切使用せずそれができるとしたら。いや、そんなことは。一旦帰還させましょう。相手の正体がこうもつかめないのでは。考えるんだ。あいつは何だ。あいつは何なのか。あの目を攻撃してください。最低ラインの常識で判断すればあの目のようなものも分子によって構成されているはずです。それならば物理的攻撃は効果がある。ポイント 752J8 の物体を攻撃してください。何？堤チーフ。課長リーダー、米田リーダー、各機ポイント 752J8 の物体を攻撃。了解。ミサイルが吸い込まれちまった。この攻撃は本当に効果があるのか。米田リーダーは脱出後の着地で足を負傷し、メディカルセンターで治療を受けています。まだ正式な診断結果は出ていませんが、骨折ではないかと思われます。了解。震えてたね。え？自分が怖いからって攻撃するように言ったの。アツコ！分からなかったんです。あいつは存在そのものが不条理の塊で、姿形ははっきりしているのに。
科学的分析が通用しない。わからないんです、僕には。どんな相手だろうが敵が出現したら戦い、そして勝つ。それが我々の使命だ。今回の敵がどんなに不条理な存在かは俺には分からん。しかしこれだけは言っておく。怯える者にここにいる資格はない。足骨折ですか？あの攻撃は正確な分析に基づく指示だったんですか？もともと足は軽くひびが入った程度です。1ヶ月もすれば完治するでしょう。自分の判断ミスです。すみませんでした。いえ、怪我は着地の時のことですから自分の責任です。あいつは一体何者なんですか？我々にミサイルを撃ち込ませてどうするつもりだったんでしょう？大丈夫かよ、うなされてたじゃん。いや、なんでもないよ。あ、いいよ。リモートフライングシステムの設計書。ああ、どうだった？うん、2、3修正しといたけど、ほとんど荒探し。よくできてるよ。サンキュー、うん、それ…あ、これほら、眼球。眼球？うん、この新聞社がつけた巨大な目玉の名前、テレビでも言ってたね。しかしよく出てくるよな。怖くてしょうがねえよ。ったく脅かしやがって。なんだよ、言ってえな。ちょっとかわいそうだったね。え？ガム、かなり打撃食らってた。そうね、ガムにとってはショックだよね。彼の頭脳をもってしても何も語れない敵と出会ったんだもん。ねえ、かける？ガムがこのままやめちゃうかどうか。いいよ。じゃあ私はやめない方ね。それじゃあ賭けにならない。生物的にも物理的にも論理性のないもの？それってお化けじゃん。お化けね。ああ。でもお化けとか幽霊とかは逆にロジックの塊か。そりゃそうだ。幽霊なんかは人に対して恨めしくて出てくるんだからな。でも仮に、お、後でね。あ、じゃあね。お化けや幽霊が本当に存在したとして、その存在は物理学的生物学的には分かんないけど、その存在理由とか行動目的は理解できる。行動目的？我々にミサイルを撃ち込ませてどうするつもりだったんでしょう？
的。そうか、まことは今日車おん今日ね、横浜でデートなんだ。貸して。え、あれを、おガム。上ベースの地質研究班からの緊急データ通信です。地質研究班。八幡山脈から南西80キロの地点にある幕田市の地下で強い電磁波を観測したとのことです。幕田市。コマンダー、ガムから通信です。コマンダー、地質研究班に調査を依頼したのは僕です。すぐに幕田市およびその周辺に住む住人を避難させ、交通規制をお願いします。詳しく説明しろ。あの目の存在理由にだけ僕は疑問を持ち、疑心暗鬼になっていましたが、もっと重要なことを忘れていました。それは吸収されたミサイルの行方です。あの目の正体は依然として不明です。しかし撃ち込まれたミサイルを奴が自分の体に取り入れたとするならば、その行方は探知できます。マクタ市のポイント 208S2 の地下から電磁波反応が急速に地上へ接近。怪獣を構成する物質は判別できますか？花崗岩や石灰岩、体の節々に金属反応、そして胸部には小刻みな爆発と燃焼を確認。やはりそうか、奴はわざとミサイルを撃ち込ませ、奪ったミサイルの弾薬やロケットモーター推進剤などを使ってエネルギー源とし、物理的に動ける体を作ってきたんです。怪獣の体にある金属部分を中心に攻撃してください。金属部分？おそらく岩石を融合させるつなぎの役目として金属が使用されていると考えられます。そのつなぎを剥ぎ取ってやれば怪獣の体はバラバラになるってことか。そうです。了解。チームライトニング出撃。各機攻撃開始。操縦不能。怖くない。お前を恐れる理由など何もない。
怪獣出現の予測ができなかった場合、マクタ氏の死傷者数は1000人は下らなかったでしょうね。そうか、ガムがよくやってくれましたね。当然だ、あいつはシグの一員なんだからな。いいですか。ご心配かけました。もう怯えたりしません。おい、あいつやっつけたんだってな。ええ、大丈夫ですか。あ、来週から訓練開始だ。勘違いするな、俺はお前の心配をするほど暇じゃない。そうですよね。ヘラヘラすんな。今ぶつかりそうでしたよ。何言ってんだ。いや、チームクローが練習してるんだ、ぶつかるわけないだろ。チーム…何言ってんだよ、ちゃんと喋れ。チームクローっていつもこんな練習してるんですか。あれぐらいで驚いてたらしょうがないぞ。お前も来週から訓練出ろ。こいつは何者だ。台風、竜巻、それともガイアは立ち向かえるのか。次回ウルトラマンガイア、地球の選択、君もワンダーゾーンへトリップだ。